株式会社アステックリエ FM 事業部の小森と申します。当社はですね、1910年から製鉄所に携わる仕事を生業としてまして、でその鉄作りをベースとしながら、リサイクル事業ですとかその他関連事業を展開している会社です。市民の方が日常的に持っている、携帯電話ですとかパソコンとかを、原料にして、で我々の技術で金を回収して、その金がこの北九州で言いますと、マラソン大会ですとか世界体操ですね、ったところのメダルがリサイクルでメダルを作ったということで、実際に活躍というかやっておりますね。はい、塩化鉄液というのはですね、非常にその金属を溶かす性質がある液体です。でそうは言いながらも貴金属は塩化鉄液は溶かせないという性質がありまして、その性質を利用して金メッキされているような金を含んだ商材を塩化鉄液の中に入れますと、金が剥離する、溶けずに剥離するというような現象が出てきまして、その塩化鉄液を使ってそういった金のリサイクルというのを展開しております。北九州市ですとか京都市さんとか下関市さんから、そういったマラソン大会での入賞のメダルですね、あとは文化財の修復っていう形で、今度はその金を金箔まで持って行って京都で行われる祇園祭の飾りですねの修復に使ったりですとか、工芸とリサイクルを結びつけたプロジェクトにも参加しております。その金属の資源っていうのは山を掘り起こして鉱石から回収されるんですね。あまりリサイクルされずに埋め立て処分されたりとか、やっぱそういう形で、埋もれてしまっている金属というのはまだまだありまして、我々の技術っていうのは、細かく部品を分けるということで、いろんな金属を原料に回していける技術と、自負しておりますので、これから、そういった我々の技術がもう一つの新しい、都市鉱山で言えばリサイクルのスタンダードになればなとは思ってますね。はい。